今日県内では新たに281人の新型コロナ感染が発表されました。新規または既存事例との関連を調査中が116人、既存事例関連が165人です。また昨日施設内で療養していた70代の患者1人が亡くなりました。コロナの重症例ではないということです。居住地です。依然感染の中心は松山市となっていて154人、全体の半分以上を占めています。そして昨日過去最多の52人が発表された今治市では25人、減ったように見えますが、県によると一時的な減少の可能性があり、傾向が変わったとは言えないということです。中村知事は増加傾向にある今治市で今後感染状況に改善が見られなければ今治保健所の業務を重点化する可能性があると警戒感を示しました。このほか大洲市24人、西条市23人などとなっていて、松山、今治、大洲、西条の4市で全体の9割を占めています。続いて年代です。10歳未満と10代で合わせて87人と子どもの感染が目立ちます。はい、県によるとほとんどが大人から子どもへの家庭内感染で、大人たちに職場や日常生活での感染対策に注意するよう呼びかけています。県内では11校が休校または学級学年閉鎖となっています。続いてクラスターです。昨日新たに6つのクラスターが認定されています。そのうち4つが松山市で、学校で2つ、児童施設と職場内で1つずつ確認されています。松山市では1月以降発生した67件のクラスターのうち最も多かったのが、色が変わっているところ15件の職場内でした。はい、それを受け松山市は事業所のどういった場面で感染の広がりが見られたかを発表しました。まず車での移動ではマスクなしで同乗していたり、窓を閉め切ったまま30分以上の長時間移動したり、車内で喫煙や飲食をしたケースが見られたということです。はい、続いて仕事中のマスクについてです。はい、日常的にマスクをしていない、不織布ではなくマウスシールドを使用、顎マスク、鼻出しマスクなどきちんと着用できていなかったケースがあったということです。はい、そして更衣室や休憩室、喫煙時に感染の広がりが見られた事例です。更衣室の消毒が不十分であったり、更衣室でマスクを外していたケース、向かい合ったり近い距離でタバコを吸っていたケースも見られたということです。このほか同じパソコンを共有したり、はい、会議室の換気が不十分、向かい合ったり近い距離で食事をしていたということです。松山市はマスク着用の徹底、30分に1回は2つの方向の窓を開け換気、事業所などを消毒、特にこの消毒に関しては、はい、70% 以上のアルコールや 0.05% 以上の次亜塩素酸ナトリウム溶液をペーパータオルなどに染み込ませ拭き取り消毒を行うよう呼びかけています。はい、最後に県内の医療機関の状況です。医療機関に入院または入院調整中の人は76人、重症は昨日から1人増えて2人となっています。宿泊療養施設には83人が入所しています。その宿泊療養施設について県は新たな施設を確保したと発表しました。その新たな施設は松山市のホテル太平本館で、新たに116室追加されます。宿泊療養施設はこれで合わせて379室確保されたことになります。以上、新型コロナ最新情報でした。